旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人のリクです。今回は沖縄県南城市の絶景観光スポット、沖縄ワールドガンガラーの谷知念岬公園など10選をご紹介します。沖縄県南城市は那覇空港から車でおよそ50分ほどのところに位置する沖縄本島南部の町です。美しい自然に囲まれ、世界遺産や絶景に触れられることでも人気のスポット。琉球創設など多くの神話が残る神秘的な町でもあるんですよ。今回は南城市観光協会様とのコラボレーション企画として、そんな見どころいっぱいの南城市から絶景スポット10選をご紹介していきます。この動画で紹介されていないおすすめがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。まずは沖縄ワールドです。那覇空港から車でおよそ30分のところにある沖縄ワールドは、沖縄の自然と文化、歴史が体感できる県内最大級のテーマパークです。必見は天然記念物の玉泉洞。30万年以上の時間をかけて作られ、今もなお成長を続けている鍾乳洞です。全長5000メートルのうち890メートルが公開されていて、多種多様な鍾乳石と洞内を流れる水が織りなす風景は地球の神秘を感じさせます。他にも赤瓦屋根の古民家の中で沖縄の伝統工芸を体験できる琉球王国城下町、沖縄の毒蛇ハブのことが全てわかるハブ博物公園、勇壮な演舞のスーパーエイサー、亜熱帯のフルーツ園、ハブ酒やクラフトビールを製造販売する酒造所など、たくさんの見どころがあるので時間に余裕を持っていくのがおすすめ。ここに来ればぎゅっと詰まった沖縄の魅力を体感することができますよ。続いてはガンガラーの谷です。沖縄ワールドの向かいにあるガンガラーの谷は、数十万年前の鍾乳洞が崩壊してできた谷です。亜熱帯の豊かな自然が残っており、およそ2万年前に生きていた湊川人の居住区の可能性から今でも発掘調査が行われている貴重な場所。専門ガイドと一緒に歩く予約制ガイドツアーのみですが、その谷の中へ入ることができるんです。ツアーでは亜熱帯の谷間の森を歩き、古くから地元の人たちが祈りを捧げる洞窟や目を見張る巨大なガジュマルなどを巡ります。自然の神秘的な雰囲気の中、珍しい沖縄独特の動植物や発掘現場を見ることができますよ。ガンガラーの谷の入り口はそのままの鍾乳洞を利用したカフェになっていて、ツアーのお客様専用の待合スペースになっています。ツアー出発までのひとときにぴったりですよ。こちらでは音楽イベントなどが開催されることもあるので、タイミングが合えば古代の自然と現代カルチャーが混ざり合うひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか。続いては柿の花ヒージャーです。柿の花ヒージャーは南城市玉城の高台にある湧き水です。全国名水百選にも選ばれた美しい水流とのどかな田園風景が心和むスポットになっています。古くから住民の生活用水として使われており、泉の右側は生きガンカーと呼ばれ男性が、左側は稲軍カーと呼ばれ女性が使っていたのだとか。さらに下流の水たまりは馬が水を飲んだり水浴びをするのに使われていたと言われ、生活に欠かせない存在だったことがうかがえます。今でも簡易水道として地域で利用されているんだそうですよ。水場までの道のりには樹齢100年を超えるものもある木々が鬱蒼と生い茂っています。急な坂道や石畳もあるので歩きやすい靴で行くのがおすすめ。ハイキング気分を楽しみながら、こんこんと湧く綺麗な水源を訪ねてみるのはいかがでしょうか。続いてはあざまサンサンビーチです。あざまサンサンビーチはハエバル南インターチェンジから車でおよそ30分のところにある透明度の高い人工ビーチです。ビーチの中心にあるハートの鐘は写真撮影スポットにもなっていて、鐘を鳴らすと縁結びのご利益があるとか。海に向かって右側のマリンスポーツエリアでは砂浜に流木のブランコがあり、こちらも写真スポットで大人気です。海に向かって左側の遊泳エリアでは、遊泳期間中はクラゲ防止ネット、監視員も常駐しているので安心してビーチを満喫できます。
また更衣室、シャワー室、コインロッカーも完備しています。手ぶらでバーベキューができたり、種類豊富なマリンスポーツもありますので、一日中満喫できる絶景スポットになっています。続いてはシュレーカントリークラブです。知念半島にあるシュレーカントリークラブはカジュアルゴルフをコンセプトにしたゴルフ場です。半島の高台から海に面しているので、言うまでもなくロケーションは最高。海を見ながら南国気分でゴルフを楽しむなら、こちらのカントリークラブもおすすめですよ。沖縄では珍しいベントグリーンの芝を利用しており、年間を通して青々としたグリーンが広がります。海と芝の美しいコントラストも魅力的ですよ。高低差が特徴的なコースにはテクニックのいるホールもあり、中級以上の人には腕試しにもなるでしょう。初心者向けにはリーズナブルにコース体験ができるピクニックゴルフというプランがあるので、沖縄でコースデビューに挑戦なんてことも可能です。目的やレベルに合わせてチョイスすれば、ゴルフにより親しむ楽しい機会になるのではないでしょうか。続いてご紹介するのは二来橋金井橋です。国道331号を走ると山側に見えてくる大きな橋、二来橋と金井橋という2つの橋を合わせて二来橋金井橋と呼ばれています。全長は660メートルで、途中に大きな U 字カーブがあります。走るだけでも気持ちのいい道ですが、頂上付近の展望台からは沖縄の美しい海や久高島など周りの島々を一望することができますよ。ドライブするなら上りよりも月城方面から下りで通るのがおすすめ。そうすればトンネルを抜けた時に目の前に青い海と空が広がる絶景を楽しめますよ。二来金井とは海の遥か向こうにある理想郷を指し、自然の恩恵を授けてくれる神様のいる場所とされています。海に向かって大きく伸びる橋はそんな二来金井まで見えるかのよう、沖縄の人たちにとって大切な場所から名前をもらった二来金井橋、ぜひその素晴らしい景色を体感してみてくださいね。次にご紹介するのは知念岬公園です。車を使って移動したり、ドライブそのものを楽しんだりすることも多い沖縄であれば、一休みするスポットだってしっかりチェックしておきたいところ。人気ドライブルートの二来金井橋から車で3分ほどの位置にある知念岬公園は、そんな時にぴったりの場所です。見どころの多い観光地というわけでは決してなく、穴場的な絶景ポイントとも言うべきこちらの公園、海にせり出したような岬にあるので、眼下に美しい海を一望でき、久高島や駒ヶ島を間近に眺めることができるんです。園内には赤瓦屋根の東屋や遊歩道があるので、休憩がてら散策するのもおすすめ。海風が気持ちよく、ピクニックに訪れる人もいるんだそうですよ。体育館の施設に隠れて少し見つけにくいところにあるのですが、近くに来たならぜひ立ち寄りたいスポットです。続いては久高島です。久高島は阿座間港からフェリーでおよそ25分の小さな島です。琉球の創世神天神清が天から舞い降り、沖縄はこの島から始まったとされる聖地です。島内には神聖な御嶽や貴重な史跡が多く残され、今でも島の人々によって伝統的な神事が行われています。大切に守られているため、島で過ごす際にはいくつかのルールや立ち入れない場所もあるのでご注意を。そんな久高島の楽しみ方はとにかくのんびり。周囲8キロほどの細長い島をレンタサイクルで回ったり、島のおじいやおばあとのおしゃべりを楽しんだり、手つかずの自然や島の人たちとの穏やかなひとときが何よりの贅沢となることでしょう。ガイドツアーへの参加もおすすめです。より久高島の歴史や魅力を知ることができますよ。お腹が空いたら食事処で名物の海蛇イラブー料理を味わってみるのもいいのではないでしょうか。続いてご紹介するのは南城市地域物産館です。南城市地域物産館はセイファーウタキのチケット売り場に隣接するお土産店です。セイファーウタキといえば琉球王国最高の聖地とも言われるウタキで、観光スポットとしてももちろん人気。南城市を訪れる人の中にはセイファーウタキを見るのが目的という人も少なくないでしょう。そんな時にはぜひこちらの物産館にも立ち寄ってみてくださいね。南城市の特産品やお土産をはじめ、ここにしかない久高島の商品など、他のお土産店では手に入りにくいものが揃っています。
南城市のイメージキャラクターであるナンジーのグッズも品揃えはここが一番。思い出に可愛いご当地グッズを手に入れるのはいかがでしょうか。スタッフは南城市観光協会の職員たちなので、南城市内の観光案内ならお任せを。まずはここに立ち寄って情報を仕入れるのもおすすめですよ。最後にご紹介するのはグスクロード公園です。グスクロード公園は数多くの城跡や史跡を巡れるグスクロードの途中にある公園です。地元でも人気で、特に週末には親子連れでにぎわいます。近年リニューアルされ、より楽しく安心して遊べるようになったのだそう。年齢別に分かれた遊具エリアがあり、1歳から3歳までの子どもたちが遊ぶスペースには囲いやクッションが設置されています。小さい子どもがいても安心して過ごせるのは嬉しいですよね。広々とした芝生やロープのジャングルジム、ローラー滑り台など大型遊具も豊富にあるので、元気いっぱいな子どもたちも大満足すること間違いなし。自然豊かで気持ちのいい公園は大人のリフレッシュにもぴったりですよ。カラフルな遊具の中に南城市のイメージキャラクターであるナンジーが描かれているので、その可愛い姿もぜひ探してみてくださいね。沖縄県南城市の絶景観光スポット10選はいかがでしたか。高台から美しい海を眺められるスポットや歴史を感じられる名所など盛りだくさんでしたね。のんびり過ごしながら沖縄の自然そのものを楽しめるのも南城市の魅力ではないでしょうか。訪れた際にはぜひご紹介したスポットを訪れてみてください。きっと素晴らしいひとときが待っていますよ。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。